さあスキルを得ましたね。移動スキル、フォーカスシールじゃないや、ダブルウォールラン、これついに解除する日が来ましたね。うん、壁走りをしつつ反対側の壁を視点で捉えてジャンプボタンでいいのかな。クイックターンボタンでもいけるんだ。うん、使えるかどうかわかんないけども獲得していきました。さあそして目的地、目的地は一応ポイントされてるかな。うん、多分ここはそうでしょう。では行きましょうか。クルーガーと話せ。これさ、方向音痴じゃない人だったらマップが頭に入るのかね。俺はね、全くの方向音痴なんでなかなか覚えることすらままならないというか、覚える以前だね、方向すらわからないっていうね。移動スキルは全部取りましたし、物語もね中盤ぐらいに差し掛かってきてるんでしょうか。おお、いつか通った道。痛い。めっちゃ今ずるむけだよね、手のひらが。ここはアジトかな、二つ目の。間違えた。 NO! ミッション以外での死亡はちょっと恥ずかしいね。えらい暗いな。地下に入ると、ファストトラベルすればよかったな。まあいいか。ノーカットでお送りしてます。ロード中、ロードシーンだけはカットしてますけどね。なんだろうな、健康な体じゃないかな。あとは何回死んでも蘇るコンティニュー可能な、能力を持っていることですね。さあ来ました、ムービーが始まりますかね。囚人 X、 さあ X の正体とは誰なんでしょうか。見ていきましょう。もうすぐ終わるから、父がこの建物ごと破壊してくれる。お父様のお気に入りなのね。きっと立派な幹部になるわ。それで何のよ。まだ生きてる仲間がいるのでしょうね。
二度と会えないけど、居場所は父に聞いてみれば喜んで話すはずよ。いいえ、あなたから聞きたいの。情報が正しければ解放してあげる。居場所は知らない。記録はクルーガーセックのメインコンピューターにあるわ。せいぜい頑張って。ありがとう。ツンデレかな。まあなんか顔似てるしね。クルーガーセックの本部に侵入したい。そこのメインコンピューターに。奴らの本部？番犬のこと？いいわ、やりましょう。うん、本部か。敵の本部に侵入と。レイス、聞こえるか？どこにいる？ノアの情報を手に入れた。まだ生きてるかもしれない。なんだって？どうやって？いつ？情報確認中よ。すごいぞ。随時連絡してくれ。そろそろブラックノベンバーを抜けた方がいい。レベッカは日に日に危険になってる。この前コンジットで裏切り者を射殺させたらしい。次はイザベル・クルーガーかもしれない。加担するのはごめんだ。ええ、すぐ行くわ。危険なやつやな。まあそうでもしないと過激な組織はね、運営ままならないのかもしれないね。だが関わりたくはないね。それでガブは俺たちにある特別な任務をやれって言ってるんだ。ここの古いトンネルを掃除して地雷や何かを除去しろとぜ。おい、ちょっと待て。ガブリエル・クルガーをガブと呼んでるのか。ああ、タメ口で呼び合う仲だからな。あえて言えば親友。向こうは知ってるのか？もちろん知ってるさ。俺はガブって呼んでるし、ガブにはジョージ・ゴードンと呼ばれてる。ああ、だろうな。おい、うるせえ。新人に俺たちの任務を説明してるんだ。ああ、いや、これはジョージ・ゴードン君じゃないか。強そうな君には特別な任務を任せよ。なんて声を出してる。全然似てないぞ。どれだっただろ。ほら、いや、そんな話し方じゃない。あの二人とも黙れ。何？髪の乱れは弱さの表れだとガブに言われたんだよ。それは確かにそうだ。だからジェルでしっかり固めておかないとね。なあ、さっさとヨガをやりに行こう。意外と長かったけど、まあ、従業員のヨタ話ってとこかな。そこまで重要な話じゃなさそうですね。まあ、ガブと呼んでるとかっていうのはジョークでしょうね。ガブジョーク。さあ、敵の本部に行って、やっぱちょっとど忘れしちゃった。ボスなんて名前だっけ。今ね、ちょっとしばらく考えたんだけど出てこなかった。ヨーダじゃなくてヨブじゃなくてなんだっけ。無金ポじゃなくて、まあとにかくボスをね、生きてることを信じて解放しに行きましょう。今そのミッションの開始地点に向かってるとこですね。痛い痛い。しかしスパイダーマンみたいでいいよね、このアクション。よいしょ。爽快。どっちかな。あ、こっちよ。誰やねん。危ない、落ちる。危なかった。今道がないかと思ったよ。なんかスライディングボタンの気が悪いな。大丈夫か。これがなんだっけ。これにアクセスすると違うか。ああ、監視カメラに見つかると敵が来ちゃうんだ、これ。
よし、いいけど、いちいち倒すことはないぜ。危ないしそうやな。危ない危なかった今。こっちで合ってんのかこれ。なんかさっきから行ったり来たりしてるような気がするんだな。もちろんミッションが違うから進むべき道は合ってる可能性はあるけど。番犬の警備は WFIO よりも厳重よ。多重分光センサーとか半人工知能防衛システムとかもある。何それ。対空システムまで備えてるのよ。一体誰がクルーガセックを空爆するっていうわけ。道は一応合ってるはず。懐かしのこの道だね。ブルーライト横浜。よし、プラスチックのとこに向かってんのかな、もしかしたら。あまりねストーリーを読めてませんね、実は。プレイに必死になっちゃってね。お、カップル。あっちで合ってんのか。あ、間違ってんじゃん。危ねえ、行かなくてよかった。突っ込むとこでした。うん、しかと。しかし敵が固まってるからね、倒すわけにはいかないよね、あんなの。走ってる姿どうせなら見てみたいよね。多分ちゃんとアクションモーションを作ってくれてるんだろうなって思うから、第三者視点でちょっと見てみたいもんだね。あ、いけない。ちょっと待て。今の流れではいけそうな感じだったじゃん。蚊が多い季節になってきましたね、唐突ですが。そして落ちる相手ね、非常に厄介ですね。
よし、行く。かゆったらあれしない。いい金になるわ。そこじゃないよね。おっと、間違えた。すげえ跳躍力だぜ。あんな風に回転すれば落下の衝撃を抑えられるのかな。結構な長距離ですが、目的地はまだかな。あれ欲しい。あドキュメントがありましたね。ちょっとこれに目を奪われてジャンプボタンを押すの間違えちゃったな。よいしょ。え、嘘。嘘。あぶね。何今の。足が滑ったかな。そんなバカな。よし。そこの穴から進みましょう。よし。警備員が来る前に行きましょう。進んじゃいましょう。侵入成功。ここは初めて来るとこかな。オレンジを基調としたこの感じですね。進むべき場所はこっち。あ、開いてんのこれ。気づかないな。すげえ。いいね。吹き抜けの上の部分を走っていく。危ない。バカ。勢い余っちゃったよ。危ない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 。ちょっと足場が分かんない。エレベーターの上かな。どうしましょう。こっちね。届かない。で、あれか、届くかな。うん、危ない危ない。えらいところに変な空間だなこれ。屋上ってわけでもないんだよね。あ、なんだ。あ、いいマンションだねこれ。桜咲いてんじゃん。トレーラームービーで見たねここ。美しい。
住宅地って感じかな、あるいはリゾート地か。いいね。うん、オフィス地から、リゾート地にエリアが移りました。中にも入れんだ。ちょっと見て回りたいですね。ホテルマン、うんうん、いいね。いろんな建物がありそう。ちょっと楽しみですね。ワクワクしてきた。下にも降りてみたいけども、まあ、それは次回の楽しみとして。痛い痛い。いや、こんなところで暮らしてみたいですね。そんなんやらんぜ。めんどくさい。やらないやらない。正確な届け先がビートリンクにアップロードされました。ちょっと待って、目的地が外れちゃったから付け直さないとね。これが、うん、徐々に近づいてきてますね。もうちょいだ。あ、取れなかった。惜しい。こっち行けんのかな。行けそうだけど怖いな。すげえ、すげえスクリーン。そして無駄な滝、合成ですね。スペース、V トールに乗るといいわ。送っておいたウェイポイントに着いたら知らせて。一気に誘導してあげる。何？なんだって？ V トールに乗るの？オーケー。あの戦闘機か。うそん。何度でも蘇るさ。行くよ。いや、美しいな。こんな未来が訪れるんでしょうか。しかし複合企業に支配された世の中ってのは嫌だね。選ばれた人間しか裕福な生活ができないと、そんな世界ですからね。これはどうすんだ。これこんな距離だけど大丈夫か。来た、ダブルボールラン成功。なんとなく感覚でできるもんですね。しかし街全体が、このエリア全体がリゾート地なんでしょうか。違った、生き方が違う。何これ、綱渡りしろっての。え、嘘でしょ。待てよ、道はそこを示してるんだよな。ならば行くしかないか。いや、マジで綱渡りだ。あぶない、あぶない、あぶない。
よし、ふう、嫌な道。これは得意なんだよね、壁登りは。来ましたね、囚人 X。 じゃあ次回はこれをやっていきましょう。さあ次なるミッション、囚人 X。 イザベル・クルーガーがノアの生存を認めた。しかしまだ彼が囚われている場所は分からず、その情報はクルーガーセック本部、通称番犬でしか手に入らない。プラスティックの協力があれば侵入できるようだが、そう簡単ではなさそうだ。開始していきましょう。プラスティック着いたわよ。分かった、ちょっと待って、これでよし。近くで V トールがパトロール中よ。規則違反に対応するよう誘導するから。あれか、それをなんとか奪って。なんとか奪ってって届くんかい。多分あれだよね、道は道合ってる。あ、逆やん。てってでー。まあどんまい、そんなこともあるよね。よいしょ。うわ、敵すげえことになってる。何してんだあれ。撮影会かな。 V トールが間もなく到着する、備えてフェイス。うん、来たわ。飛び去る前に奪うのよ。詰まって、うん、それどころじゃない。マグで取り付くのね。乗るっていうか、ひっつくのね。おーいえい、おーし、危ないな、これ勢い余って飛び出しちゃうとこだよね。 V トールを追跡して、この先のどこかで止まって建物を調べるはずよ。追跡ミッションですね。なんか今喋ってたな、気になる。見失っちゃわないようにね、あまり遅れを取らずに行きましょう。ルートに従っていれば追跡できるはずなんでね。そんな感じさ。ヘンリーはこの状況について何て言ってた。2日前から連絡がつかないんだ。道元が関わってるなら彼とは二度と話さないで。誰やねん。冒険のおかげ、嫌味だね。なんか失敗でもしたのかね。あのバカ操縦士、全然ダメね。止まったわ。飛び去る前にマグを使って。なるほど。来た来た来た。どうすんだ俺は。何もしなくていいのかな。大丈夫よ。あちらの干渉フィールドで遮られるから。でも誰かに見られたら、肉眼なら見えるんでしょ。まあそうね、
多分見られないわ。分かった、どこで降りればいい。もちろん着陸パッドよ。そこからメンテナンス用のトンネルでビッグドッグに行けばサーバーが見つかるはず。うん、上空ではランナービジョンはどうなるのかな。フェイス、フィトールは建設ゾーンに向かう気よ。あなたは降りて。何言ってるの。ここじゃ降りられない。えらいこと言うな、無茶ぶりやで。そんなバカな真似しないで。ビルの脇を通過するときに飛び移るのよ。今だ。フェイス、今よ。よしよし、子犬の上に降りたわ。こっちは無事よ、多分。ごめんなさい、遠隔操作がうまくいかなくて、そこからビッグドッグに向かうしかないわね。ビッグドッグ、スモールドッグ。だから子犬か。訳し方間違ってんじゃないこれ。どっかしらの建物の屋上に今いますね。中に入る方法がなければ、入る方法を見つけろ。中間者データにアクセスするにはビッグドッグの中央サーバーに接続するしかない。うん、よし行くぜ。エレベーターシャフトを通って降りられるはずよ。おー、高い高い高い、すげえなこれ。あー、いや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 、怖いわこれ。やってもった。鉄骨に遮られた。レースゲームよりもそのあれかな、あるいは最近痩せたからね、筋トレしてないから痩せて基礎代謝が落ちたのかもしれない。なんでやねん、何今の。ちょっと待て。うん、結構入り組んだダンジョンっていうかマップではね、雑談はしない方がいいかもしれないな。なかなか2つの作業が同時にできるタイプじゃないんでね、ちょっと集中していきますよ。こうだ、失敗したところは。え、なんでなんでジャンプした後ちょっと吸い寄せられるの、右に。なんだ、はい、無理でした。うん、いける、よしよし、じゃない、できましたね。エレベーターの下に捕まって飛び降りる。 OK、ちょっと集中力がね切れてきましたが、最後の一踏ん張り行きましょう。やっぱ長時間ゲームするとね、だんだんと精細さを欠いてくるというかね、だれてきちゃいますね。あー、どちら、あちらですか。危ない危ない危ない、何をしてる。よし、だが聴覚も実験を続ける根拠に至る強さがある、そう思わないか。そうね、視覚だけに頼らなくていいという結果が出ればとてつもなく大きな収穫よ。ああ、明日ソーレン君に話してみよう。なんだこの声、少年。特にない、なんだ俺、少年なのか
おばちゃんなのか分かんない声やな。お酒を飲むってことは成人だと思うけど。お、そして落ちる。なんじゃこれ。